完全にイカれちまってるな。ああ、ついてないわね。こんなとこで故障なんて。リッタ、文句言ってねえでお前も手伝え。はあ、仕方ないね。一宿一般の恩ってね。呼ぶ？あんたも手伝いなよ。力は人一倍なんだから。何？盗賊だ！修理なら俺たちも手伝ってやるか。ただし金はたんまりいただくがね。なかなかいい娘じゃねえか。こいつは高く売れるぜ。触んないで。誰があんたたちなんかに。おい、なんだてめえは。この人。ちこいつは物狂いだぜ。でもよ、よく見りゃ結構いい女じゃねえか。ついでにこいつもさらっちまおうぜ。そうだな。おい、こっちへ来い。誰だ。てめえ、邪魔する気か。やめとけよ。どこで食いもんぶら下げやがって。構わねえ、こいつからぶっ殺せ。剣士殿、なんとお礼を言ったらいいか。おら、人がお礼言ってんだからちゃんと聞いてやれっての。ついでに食べ物もらうとかお金いただくとかしなさい。俺、不動手がいいな。何その虫。しっけーの。虫じゃなくてエルフだよ。エルフ見たことないの。俺パック。初めて見た。私はリタ、旅の芸人さ。ああ、この不愛想なやつはガッツ、相棒兼オレンチってとこかな。そんで、あれがキャスカ。あんた傭兵だとしたら変わってるわね。あんな女の人連れてるなんて。ごめん、気に障った。
私も同じようなもんだけどさ。え？よし、馬車も直ったし、すぐ出発するぞ。あ、うん。あのさ、私たちこの先の町で人稼ぎしてるから、よかったら見に来て。どの道一本道だし、町には立ち寄るんだろ。おい、何してる。はーい。あ、それからありがとう、助けてくれて。それじゃ、よーし、出発。旅芸人か。うん、あんな子が一人でね。おい、キャスカ、どこへ行く気だ。あの子の芸見たいんじゃないの。町はすぐそこだし、見せてあげたら。バーカ、んなことしてる暇は俺たちにはねえんだよ。でもさ、たまには息抜きも必要だよ。ちっとは旅を楽しむくらいの余裕つうもんがないと。ねえねえ、いいじゃんかよ、見せてあげようよ。見ようよ、見ようよ、見ようよ。あっ、どっちにしろ食料やら手に入れなきゃならねえからな。やったー、キャスカ喜べ。オッケーだってさ。さっきのほんのわずかだったが、間違いねえ。あれは行くよ、ミルク。はい。はっ。さーて、次は本日一番の出し物だ。呼ぶ。マンドラ、ドラドラ、な、何？化け物め、町から出ていけ！やめてよ！この子が何したってのさ！うるさい！マンドラから尽きたか分かったら、ほっとくわけにもいかん！さっさと町から出ていけ！Yeah.
貴様見ろ、マンドラゴラ付きの化け物め。くっ、気色あり。死んでくれて清々したぜ。やめてよ、ここまですることないだろ。うるせえ。何も殺すことなかったのに。化け物相手に手加減する剣は知らねえ。違う、ノブは化け物なんかじゃ。下がれ。これより見分を行う。何人たりとも死体に触れること分かりならん。この立ち傷、お前か、こいつをやったのは。ああ、私はバルザック、この町を治める者だ。そなたには礼を言わねばならんな。この病にかかった者は一度暴れ出すと死ぬまで破壊の限りを尽くす。病。数年前より近隣の町で流行り始めたものだ。今はまだその治療法が見つかっていない。その者はまさかマンドラゴラ付きか。こいつはそんなわけのわからねえのとは違う。なるほど。だが物狂いには違いあるまい。どうだ、もしかしたら我が医術が力になれるやもしれぬぞ。なんだと。我々はマンドラゴラ付きの治療法を研究している。マンドラゴラ同種の病ならば治療に協力できるかもしれぬ。それに貴殿には礼も捨てねばならん。その者と共に我が城に参られよ。いいぜ、案内しな。話は決まった。では私は客人と共に城へ戻る。あとはその方らに任せる。よい。ではあとは手はず通りに。その方らを歓待せねばならぬところだが、その前に貴殿には見てもらいたいものがある。いや、危険ゆえそなただけに来てもらいたい。心配すんな、俺がしっかりガードしててやっから。何かあったらすぐに知らせろ。Thank you.
いや、なんでもねえ。ここはマンドラゴラツキの収容施設だ。先ほどの男のように突然暴れ出す恐れがあるため町から隔離しているのだ。現在ここではマンドラゴラツキの治療と研究が行われている。ただ領民たちにいらぬ不安を与えるためにこのことは彼らには秘密にしてある。貴殿はマンドラゴラツキについて何かご存知？持ち帰ったマンドラゴラの核の一部を奪う。しかしそれでは足らなかった。多くの病人を救うためにはもっと大きな核が必要なのだ。周りくどいぞ。何を言うと。その村は国境近くに存在する。今でも当時のままでな。大事の核を採取するためその後も私は幾度も村に部下を送り込んだのだが無事帰還した者は一人としていなかった。だが研究のためにはどうしてもあれが必要なのだ。そこで貴殿の腕を見込んで仕事を依頼したい。仕事？さよう。マンドラゴラツキの村に潜入し核を採取すること。その報酬として連れの娘の治療を東方で引き受ける。どうかな。大樹の核より生成した薬ならばあの者の病も治すことができるはず。約束しよう。あんたどうにもうさんくさい。まだ何か隠してそうだが
いいぜ。乗せられてやるよ。商談成立だな。キャスカダメだって、勝手にあちこち行っちゃう。お？話してよ。私が何したっていうのさ。黙れ。この町に来てしまった自分の不運を呪うんだな。キャスカ？なんだ来た。あの村には何を思うてかマンドラゴラ付きどもと寝食を共にし、連中の保護者を気取るシスターがいる。私とは立場も見識も違うゆえ、協力を求めても同意を得られなかったが、貴殿ならば。あるいはあいにく聖職者ってのと相性が悪くてね。差し出がましいこととは存じますが、素性のわからぬ者に頼らずとも、例の者も完成間近、これまでの研究の成果で十分では。お前の意見は聞き飽きた。もう待てるわ。しかし何の話だ。申し上げます、敵が城内に侵入しました。何バカな、一体どうやって。どうやら奴らの力を侮っていたようだな。申し訳ないが失礼する。あったぞ。ここだ。
連れてかれちゃったんだよ。変な奴らがなだれ込んできて。なんだと。俺も必死で戦ったんだけど、敵の数は多いし。キャスカ、奴ら裏門の方に行ったぞ。こっちだ。ここまで侵入を許すとは。申し訳ありません。この失態は奴らの命であがらう所存。当然だ。急げよ。は。くそ、どこ行きやがった。あれ、この犬確かリタの。どうした。あいつキャスカの居場所を知ってるって。何。ついてこいって言ってる。よし。
なんだお前、てめえらか。俺の連れをどこへやった。ああ、何の話だ。とぼけんな。わあ、とっとと言わねえと地味見るぞ。おれおれおれ、さっさと破かんかい。誰かは知らんが、ここを知られた以上生かして返すわけにはいかねえな。面白え。待て、そいつは敵じゃない。はっ。すまない、あんたのことを聞いたのはついさっきなんでな。リタ、何やってんのさ、あんた。
あ？見損なったよ！バカでかいもんぶら下げて、ご大層ななりしてるけど、女一人守れなくて、何が剣士だい！悪く思わないでくれ。この子、バルザックの部下に殺されそうになってな。何？あんたの連れの女は中にいるぜ。俺はダンテス。とりあえず入りな。話はその後だ。ここは古い時代の遺跡で、戦が起こるたびに町の人はここに避難しているんだ。今は俺たち抵抗軍の隠れ家になっているがな。あんた、バルザックの城で妙な部屋を見なかったか？マンドラゴラ月が収容されてる牢屋みたいな部屋。ああ、マンドラゴラ月の治療法を研究してるらしいが。違う、あいつはバルザックをマンドラゴラ月を戦に利用しようとしてるんだ。あいつは変わってしまったんだ。キャスカーはどこだ？下の部屋でかくまってる。案内するぜ。Thank you.
何だったんだ今の。おい、キャスカーこの先か。ああ、下の部屋に。こっちだ。どこへ行くつもりだ。バルザックとの約束だ。マンドラゴラ月の村に行って大樹の核を取ってくる。何？さっき言っただろ、あいつはとんでもない悪党だ。なのになぜ？必要なのさ、その悪党の研究が。こいつを治す薬ができるのなら俺はそいつにかけてみる。薬？城の中には確かに研究室があった。俺には奴の作る薬が必要なのさ。しかし、そいつが本当だという保証はどこにもない。あなた、もしその話が本当ならこの子は助かるかもしれない。その人の言う通り、この子を元通りにするにはバルザックの研究が必要なのよ。たとえあいつが鬼でも悪魔でも。確かにそうかもしれない。だが認めるわけにはいかん。俺たちを虐げるだけの奴らの力を借りるなど。今ある町は俺たちの先祖が流した血を幾重にも塗り固めた上に築かれたものだ。それを考えると。そんな、わかんないよそんなの。え、死んじまったものとか流した血とか苦しみとか、そのものに縛られてそれでいいの？そんなとっくに過ぎたことと、この子たちの未来、引き換えにできるの？それが、人の運命というものだ。人は流した血に縛られる。違うよ。人は一人だよ。もっと自由で、何にも縛られず、風に任せてどこにだって行けるんだ。あんた、親兄弟はいないのか？あんたはまだ若い。いつか何かのために血を流す時が来る。あんたにとってそれが血を流すだけの価値があるものであることを祈ってる。ギター通りかもしれない。けどな、だからこそ血を流すだけの価値があるものを自分で見つけるんだ。ガッツ、話は済んだか。俺たちの方もまとまった。あんたと一緒に生き、大樹の核を手に入れて、その上でバルザックと交渉する。これを渡す代わりに治療薬を我々に渡せと。勝手にしな。では連れの娘さんはここで預かっておこう。俺はあんたらを完全に信用したわけじゃねえ。
それにこいつの面倒見れるのは俺だけだ。俺にしかこいつは守れない。悪霊がキャスカを襲うか心配なんだろう。それなら大丈夫だと思うよ。あ？この泉間違いない、エルフの住処だよ。これは町の泉の源泉だ。我々の先祖はここに神殿を建てて精霊を祀っていたらしい。他の部屋はともかくここだけは安全だよ。悪霊は絶対に近づけない。あのさ、あんたがいない間キャスカは心配しないで、私が見ててあげるから。ああ、頼んだぞ。ついでにこいつもつけといてよ。わあ、こら、大事な相棒に向かって何すんだよ。じゃあ、行くぜ。こうしてると、なんだかヨブが戻ってきたみたい。幸せなのかな、あんたは。実験の成果も上々だ。このマンドラゴラ兵の力をもってすれば体重の核を手に入れることなど造作もないこと。おやおや、お嬢さん、またお会いしましたね。さあ、ご同行願いましょうか。